1, 1キロワット時あたりの風力発電の価格は現在22円ですが、経産省の専門委員会は来年度から1円ずつ引き下げ、2019年度に19円にするとしました。風力発電の引き下げは初めてです。一方、住宅向けの太陽光発電は31円から段階的に引き下げ、2019年度に24円とします。7年連続で引き下げの見通しです。 再生可能エネルギーの買取額は今年度は2兆3000億円の見込みで、電気料金への上乗せは標準仮定で月額675円になります。経産省は価格を引き下げ電気料金を下げる狙いですが、再生可能エネルギーの新規事業者の参入を妨げる可能性があります。